はい、こんばんは、ネスです。飛龍の剣2、ドラゴンの翼、続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速、続きいきましょう。前回、正規ルートらしき方に入れたんで、その続きからですね、ペルーの村に着いたところから、よし、じゃあここからですね。レベル9。やっぱりあれですね、パスワードで復帰したら聖水5個持ってる状態からですね、これは、パスワード取った時の状態関係なく増えるみたいです。我々は RPG 社から派遣された調査隊です。研究所では何が起こっているのですか？奴らは恐ろしい生物を蘇らせている。早く阻止しなければ。しっかり、今手当てを。わしはもうダメじゃ。遺跡の中を通って。一コメさんいらっしゃい、こんばんは。フルボイスですよ。研究所に行ってくれ。人類のためにな。学博士はそこまで言い終わるとがっくりと首を垂れて動かなくなった。おはよう、キューちゃん。この木が神様の木だよーだ。この木が神様の木。ありがとう、女神様。さあ、これがペルーの村。遺跡の中にある滝に研究所に抜ける通路があるが、抜け方はペペジーしか知らねえだ。どうしても行くっちゅうんなら、じいさんに何度も聞いてみるんだべな。じいさんいらっしゃい、こんばんは。うなる飛龍の剣。君たちは調査隊の者か？はい、あなたは？俺は第一次調査隊の最後の生き残りだ。俺を君たちのメンバーに加えてくれ。その時、竜飛の宝珠がワイラーに反応した。ワイラーは4人目の竜戦士の仲間だったのである。全員青色ですからね。竜飛はビジャヤの剣をおごそかにワイラーの額に当て、彼を覚醒させた。メガー。これは一機ですね、多分。ここに竜戦士が誕生した。
肌の色変えろ。愛する坊やをナーガの生贄にしなければならねえだ。ううとある遺跡のてっぺんにマハースの鏡が隠されている。いらっしゃい、私ピピ。この辺のゾンビたちは黒ダイヤを持っていることがあるの。私ダイヤ大好き。ダイヤのことなら棚の品物を交換してあげるよ。あ、ダイヤとなら棚の品物を交換してあげるわ。札はいくら持っててもゼロに戻りますね。キャビアのこと。あっさりと仲間が4人集まりましたね、これで。頑固そうなおじいさんが現れた。叩く。竜飛の攻撃、おじいさんは攻撃を跳ね返した。何をするの、ジャカルタ。まあ、このくだり前もやりましたね。おじいさんは下手なダジャレを唱えた。帰れ帰れ、よそ者と口などを聞きたくナイル川。竜飛たち全員は15の精神的ダメージを受けた。おじいさんは下手なダジャレを唱えた。帰れというのがわからんのかいの国。竜飛たち全員は25の精神的ダメージを受けた。小学生大爆笑。おじいさんは下手なダジャレを唱えた。よその者は大、よそ者は大キラインカ帝国。竜飛たち全員は20の精神的ダメージを受けた。お前たち人の話を聞いておらんだ。全員は30の精神的ダメージを受けた。ここで切れて叩いてまうとまた1からなんですよね。よくぞわしの攻撃を受け止めた。わしがペペジージじゃ。遺跡での進む道を教えようぞ。遺跡の中で石板を探すがよい。見つけたら遺跡のてっぺんのナーガ像にそれをはめ込むがええ。さすれば閉ざされた滝の入り口が開くじゃろう。石板をてっぺんのナーガ像へ。ここには物知りのペペじいさんが住んどるよ。なぬ？明日はボンバーキング。ボンバーキングの感動から早数週間。まあ新しいのなんかやりたいですけどね。バカコくんでね。盗賊マラドーラは遺跡に逃げ込んでそれっきり。カーンの宝剣の行方も今はわからねえだ。あの電波少年のやつですね。専門用語が唐突に出てきすぎてよくわからん。あのカルチャーブレーンあるある。ここはカーンの村さ。よそ者は早く出てった方が身のためだ。酋長、遺跡の中を通れば地下から研究所に入れます。しかし遺跡にはナーガが蘇っていて非常に危険です。伝説によればカーンの剣とマハースの鏡があればナーガを倒せるのですが。まあそのペルーにある RPG 社のいいですね。 RPG 社の研究所を調査するために選ばれたこの竜飛たち。すいません。ただその研究所に入るためにはナーガを倒さなあかんと。
竜巻旋風客。下から行きましょうか。ここも一回正規ルート入る前に来てるんで、大体は調べてるんですけどね。そうですよね、地図がややこしい。そう、ナーガといえばラミアとかと一緒なんかな。だいたい女の上半身ついてるイメージですよね。龍飛は天界の宝大黒小槌を手に入れた。無敵だかといって、この雑魚敵は経験値ないんで、あんまり意味ないんですよね。一瞬で復活してしまう、このブロック。おや？これは、リュウヒはリーリーを飲んだ。謎の飲み物、リーリー。おい、お前ら。嘘、この壺喋ったわ。ゾンビよりガキっぽい。怪しい集め、怪しい壺め。大方魔界の手先であろう。私が成敗してくれる。ボコ。いいでででで、慌てるなよ。俺はマラドーラってんだ。神殿の財宝を盗んだところ神様に見つかっちまって、今はこのざまだが、元は人間だったんだぜ。お腹がこくれてるあたり。あのゾンビですか。俺はナーガを倒せる武器のありかを知ってるぜ。俺をジャングルの神様の木の下まで運んでくれたら教えてやるぞ。というわけで、さっき見つけた神様の木ですね。あくまで戻れと。こっちはなんかあるのかな。これがナーガ像のある滝か。セイントセイヤの滝登り思い出すな、これ。落ちてもうた。ご老法の。うわ倒されへんのかな。72富士の風穴でも一応ダメージあったな。これがナーガなんですかね。あ、陶器出せたらこれこのままやれそうやねんな。まあいいか。あ、間違えた。やばいな。富士の風穴でブラックセイントとの死闘。
あれでゴールドクロス集めるんでしたっけ。まあとりあえずマラドーラをあの神の木の下に運びましょう。盗賊マラドーラ、あれ、はあ、なんか今完全に反対向いて動いたな。あ、そうなんですか。まあ、完結編は完結編で綺麗にまとまってますよね。セブン戦士ためのめっちゃめんどくさいですけど、あれ、あ、でも僕もあれですね、あの東京都台東区入れてしかクリアしたことないんですよね。自力で経験値稼ぎながらやったわけじゃないんで、あれ一回やってみたいな。最強パスワード入れずに。水がめ座に生まれて。水がめ座って誰でしたっけ。カミューですか。カミューやったかな。あ、か、やっぱカミューですか。デスマスク罰ゲーム状態ですよね。カニ座やったかな。カニ座罰ゲーム状態。なぜか、あれ昔ガチャガチャかな、ガチャガチャかなんかで金色のデスマスク持ってましたね僕。して合い萌え。なんか別の要素加わってそうですけども。18コメさんいらっしゃい、こんばんは。どこまで帰ったらいいんやろ。で、入り口側かな、こっちか。黄金魂で蘇生した。神の木はこの村出て左か。危ない、またメニューでセレクト押すところやった。これセレクトしたら聖水勝手に使っちゃうんですよね。で、これですよね、このドラゴンの翼、これをいっぱい集めんと新エンドにならへんのかな。多分そんな感じですよね。マンダラが、マンダラでしたっけ、なんかあの魔王を封印するために必要みたいな。ワイラー、大体みんなこのアモーガの剣ですね。ライジンバラ、マカホダ、魚は誇っていい？ナムキャラか。オンマリシオンアビラ。宝珠は語った。お前の行く手に竜の牙が待ち受けている。姿を変えた敵の本性を暴き、ドラゴンの翼を取り戻さねば、マンダラは完成しない。
ジャングルの神様の木が見える。神様の木からオーラを感じる。まあこう困ったらこのビルシャの玉、バイシャの玉、この辺を使っていったらいいんかな。あ、これどうなるん。あ、こっからか。よかった。あれ？これ、デスルーラーになってんのかな？マラドーラがおるんかどうか。でもまあこっち、これでいったら多分神様の木近いですけど。これ右に行ったら、うん、普通に落ちるところもありますね。こっちはこっちでなんか道あるな。うん、そうですね。完全になんかネタメーカーみたいになってるけど、カルチャーブレーンのゲームは結構 BGM いいですね。これが神の手。面白の伝道、カルチャーブレーン。さて呪文を唱えるか。ありゃ、どっちだったかな。好きな方を選んでくれよ。パパルノパービビルバー。わ、これなんかもう一個ぐらい選択肢ありそうやけど、実はほんまの呪文とかあるんちゃいます。どっち行こう。パパルノパ。竜飛たちは声を合わせて呪文を唱えた。パパルノパ。え？竜飛たちはみんな揃って壺になってしまった。すまない、こっちじゃなかったな。ビビルバー。呪文を唱えた。ビビルバー。ああ、よかった。神様の木が光り、次の瞬間、竜飛の手にはカーンの剣が握られていた。マラドーラよ、お前は正しいことをしたな。カーンの剣の正当な持ち主をここまで導いたのだ。褒美としてお前の呪いを解いてやろう。うわ、気持ち悪、マラドーラ。これどういう顔してる。ビリケンさんみたいな、リアルなビリケンさんみたいな。1 みたい。こいつありがてえや。これからは心を入れ替え、清く正しく美しく生きるぜ。お前らも頑張れよ。ガンジですか。無抵抗主義の村の村長。これでカーンの剣を手に入れた。あとは何でしたっけ。マハーヤの鏡やったかな。マハースの鏡やったかな。なんか忘れたけど、ありがとう女神様。新記録？何の新記録ですかね。あれ、竜巻旋風客が。で、カーンの剣手に入れて、こっち行くか。この
札とか、ゴフとか使うことあるんですかね。とある遺跡のてっぺんにマハースの鏡が隠されている。じゃあやっぱりあのさっきのボスみたいなやつ、ストワンだと必殺技、あのさっきのライオンみたいなやつ、あれ倒さなあかんのかな。うわ、めんどくさ、こいつ。もう一回話さなあかんのか。カーンの宝剣の行方。あ、これ酋長ですね。遺跡の中を通れば、地下から研究所に。ナーガが蘇っていて非常に危険です。なんとかの塔がどこにあるかですよね。たまに聞いてみろ。たまちゃんに聞きましょう。竜の牙。え？魔界衆、バイシュラは陶器でとどめを刺すのだ。うわ！これ結構めんどくさないですか？ KO ゲージ溜まってやんと無理ってことやな。これがどこに通じてるのか。あ、さっき見えてたところか、これ。多分そうですよね。ってことはやっぱ右しかないな。はい、というわけで残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。続き次役でやっていきたいと思います。お時間ありましたらまた見に来てくれると嬉しいです。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。次枠へ行きたいと思います。ありがとうございました。結構今回の条件も厳しそうですね。多分陶器でとどめを刺したら真の姿現してドラゴンの翼手に入るって感じかな。はい、枠移動ありがとうございます。続きやっていきます。まあこのままいくか。で、さっきの遺跡やな。遺跡、あの滝の方じゃなくて、どんどん登っていったらいいかな。ありがとう女神様。竜巻旋風客。え？なんでこんな突然？
ここが秘密の通路の入り口だ。何の前触れもなく。これ、はい、なんでこれ秘密の通路。え？でも出んようになってるし、どういうことなんやろ。今入らなあかんだんかな。ミスりましたかね。もう一回行くか。ここにナーガがおるってことかな。一応パスワード取っておきます。ヤコダードあ、押してるな。たまに配信開始を押してない時があるんで怖いですよね。これ入ってみるか。予想ではここにナーガがおるはずなんですけど、でこれが地下研究所へ通じる道。うわぁ、最有機ワールドみたい。最有機ワールドっていうか、あれですよね。スパルタン X 大会の時、そうですね。あん時はほんまにわちゃわちゃしすぎてて、普段やらんようなことやってまうと、配信開始ボタンを押し忘れちゃうんですよね。リチコメさんいらっしゃい。ありがとうございます。一人で、あーとか言って。あ、これ繋がってんのか。へー。これさっき降りたところですよね。っていうかマラドーラ、助けたところ。なるほど。結構わかりやすいな、ここは。これまあとりあえずひたすら上へ上へ上がっていきましょう。あっち左行ったら入り口。リリオだな。ああ、ここにもおるんか。普通の敵っぽいですね、こいつ。うわ、前蹴り。スパルタン X のデブゴンと一緒。ええー、ちょっと強ない。強い。っていうか、これのことかな、陶器で消せっていうの。陶器でとどめをさせ。敵の名前がわからないですよね。押しまくれば。いやー、ダメージがでかいな。こういうこと。やったぜ。いやでもこれが竜の牙が化けてるんやとしたら、
ドラゴンの翼もらえないですよね。いやいや、こんな仕掛けが入ってみよう。こういうの多ないですか。竜飛たちはとある遺跡のてっぺんで怪しげな長像を見つけた。なるほど。で、あのなんとかの鏡、マハースの鏡でしたっけ。あれどこにあるって言ってたんやったっけな。トワールのてっぺんって言ってましたね。トワール遺跡のてっぺん。八尺鏡、ヤタの鏡ですか。弁慶外伝っていう RPG でヤタの鏡使ったら空飛べるんですよね。空飛べるっていうかルーラーなんですよね。まあ、ヤタの鏡じゃなかったっけな。どっちか忘れたな。やっぱりあの滝の上ですかね。それしかないよな、道が。あれ？滝、あ、こっちか。ここで陶器をためろという意味なのかな。この辺リーリーなかったでしたっけ。この次かな。この辺になんかあったような気するけど。あ、ないか。あった。目チカチカすんなこれ。放送画面上大丈夫ですかね。ポケモンフラッシュにならないですか。黒ダイヤを集めたら、あれですね。何やったっけな。ゴフと交換できますね。ギリギリで。え？これ陶器通り抜ける。そんなことってあるん？てかこれ道あるんかな。あれ？てかなんかレベル何10になってないですか。これザコ倒しても経験値あるんかな。なんか増えてるっぽいですね。これあの心眼バトルでしかレベル上がらんと思ってたけど上がってるな。飛ばされた。こっち行くか、素直に。雑魚狩りできますね。あーたた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 、あーたたた、やばい。聖水使うか。あーこれ降りたらあかん、降りたらやられる。強ない？ちょっと敵パターンが
読めてないですね。どっか入れる入り口あるとか。うわぁ、この体力ないときに。新ガンバトルで生成稼ぐしかないか。もう竜の牙が現れた。あた、くそ、ラッシュ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 キャンセルできん。倒してもらうな、これ。ラッシュ終わった。長い道、無限にあるんか、これ。あれ？景色一緒ですよね。飛竜の剣、気持ちいい。くそくそ、また一個も取れへんな。飛竜の剣当たって気持ちよくなってる場合じゃなかったですね。あ、橋の色変わってるな。石板を見つけたぞ。聖水飛んでいく。あああああああ、ほんで一周回んのか。なるほどな。いやいや、聖水ないっても。ん？でも石板を持ってたら、あ、いいんか。石板でここで入り口が開くって言ってましたよね。で、上まで行くんかな。早くあのタイトル曲聞きたいですよね。このストーリー中にあれが一番かっこいいんで、タイトル画面で聞くよりもストーリー中に聞くあの曲の方がかっこいい。6個目さん、いらっしゃい、こんばんは。飛竜の剣の続きやってます。今はまだペルー着いた直後ですね。カーンの村というところで
RPG 社の研究所に潜入するための準備っていう感じかな。で、ナーガ像、ナーガ像に石板をはめる。この頭打つ音が妙に痛そうなんですけど。でもこれやって精神足りへんな。いや、これ積みそうやな。あ、そうですか、すいません。飛竜の剣2ですね。面白の殿堂カルチャーブレーンから発売された。竜飛たちはとある遺跡のてっぺんで怪しげな長画像を見つけた。竜飛たちは、八個目さんいらっしゃい、こんばんは。竜飛たちはナーガ像に石板をはめた。すると、ピカーン。竜飛たちはナーガ像の裏に隠されていたマハースの鏡を手に入れた。きたー。各パートの佳境に入るとこのオープニング曲の、これめっちゃかっこいいオープニング曲が流れる仕様になってます。あ、ほんでレベル上がってるな。11になりましたね。で、あれ滝、滝の入り口が開くんじゃなかったっけな、これ。たまちゃんに聞きましょう。魔界衆バイシュラは陶器でとどめを刺す。リュウヒはレベルが上がった。一応この状態でパスワード取ります。結構ダード、この短いパスワードがユーザーのことを考え抜いてますよね。なんて親切設計、カルチャーブレーン。この前チラッと調べたら、なんかWii U かなんかでダウンロードできるウルトラベースボールのなんかブラウザゲーみたいな出てましたね。ブラウザゲーっていうんかな、カードゲームみたいな。これでも滝が開いてるかどうかですよね。あれ、一旦村戻るか。ペペジーな、あ、ペペジーなんて言ってましたっけ。
一回これ使ってみたろ、伊達天の旅。あ、ルーラや。めっちゃ便利やん。こんなシステムありましたっけ？で、あ、これや。これが研究所への抜け道に違いない。またおんのかよ、こいつ。あ、あ、こういうことか。あ、じゃあ逆。って言ってましたね。僕はてっきりこの辺が開くんかと思ってましたけど、この辺が途中やった。あれ、竜巻旋風脚で行ったらノーダメで倒せるんかな。え、ここちゃうかったっけ。一回出たのにな。扉入らんとダメです。あ、これか。いや、あかんな、やっぱり。じゃあ、無理無理無理。便利便利、親切設計でした。いや、ちょっと強すぎるやろ。どうぞ。そうですよね。13個目さんいらっしゃい、こんばんは。こいつのパターンがほんまつかめへんの。下がるときとそのまま突っ込んでくるときがあるんですよね。よし。しかし聖水はなし。まあいいか。メガー。これセイヤです。ナーガが現れた。あ、この戦闘仲間と変わりましょうか。交渉列派、交流帝劇、大聖天将。まずはハヤト。変身。これ紫龍ですね。風神衝撃。あ、これがでもほんまの色ですね。ほんまの色。あの、普通の時は青色ですけど、そう、ロザン昇竜派。マカホダラ。ナーガに26のダメージを与えた。防御せよ、バリア。バリア。ナーガは混合激流界の因を結んだ人頭者。これ3になったら敵もっとリアルになるんですけど、ね、総力戦でいくしかないか。ワイラーで変身。
ちょっとこれほんま部屋を赤…え？まさかの共通 HP。 もうすでに顔色悪い状態から、竜帝撃破。逃げる。混合怒号撃の印を結んだ人音そばか。天空戦記修羅と竜飛たちは力尽きた。竜飛よ、これ式のことでくじけてはなりません。じゃあここで復活の奥義取っときましょうか。はい、きちんと吐きゆく。そうですね、女神はビシュヌ、ビシュヌって言ったらビシュヌティキしか出てこないですけど、僕でもあの復活ポイントが優しいですよね。デリギカ、あれ、これどっから？ああ、部屋を明るくしてご覧になってください。でもこれ生成稼いでこな無理やな。交流帝液オンアビラファイヤーですね。はい、というわけで残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。続き通訳でやっていきたいと思います。お時間ありましたらまた見に来てくれると嬉しいです。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。アクションもアドベンチャーも、そして RPG のコマンドバトルも楽しめるという飛竜の剣、おもろいですね。そうですね、ナーガの顔がなんか結構適当ですけど、いちこめさんいらっしゃい、ありがとうございます。ご利用したらなんとかなる体力差ですかね、これ。3やったらね、あの飛竜の剣選んだら、もうちっちゃいキャラがプヒュって飛んでいって、プヒュップヒュッってやってこう帰ってくるんですよ。そうそう、回復技がないからね。あの聖水持ってればここで回復できたんですけど、聖水使い切っちゃったんで。はい、というわけで枠移動ありがとうございます。続きやっていきます。バリア混合激流界の印を結んだ人頭者、30。交流勝烈派オンマリシ、バリア張った攻撃を防いだ。これ勝ちましたね。もう一丁交流勝烈派
ペガサス水星剣みたいなもん。行くか。大聖天将御眉キラ。うわー、あと2。いけるか。でもこれ、うわ、勝ったな。あ、しかも決めれますよこれ。 KO ゲージ100で飛竜の剣。あ、2でもちゃんと出てますねこれ、チビキャラが。ナーガが結界へ消えた。このセリフ。うわぁ、やっぱりナーガが怒った。めんどくせぇ。レベル上げしてこなあかんやんこれ。あ、やったぜ。飛竜の剣。声が出えへん。うわ、うせやん。逃げる。ミンミン頼む。ナムキャラか。これシュンですね。天武無縁劇。強すぎるな。暗黒氷烈派の印を結んだ。まあレベル、単純にレベルと精髄が足りてないですよね。こればっかりはどうしようもないんで、雑魚狩り行きましょうか。12000、あ、ちょうど分かりやすいですね。2220。あの虎を倒していくらあるか。こうやって広い場所やったらね、こいつとも戦いやすいんですけど、後ろすぐ段になってるところとか戦えないんですよね。うわ、あんなごついやつやのに20しか倒す増えへんってことは、やっぱりあの竜の牙狙って倒しに行った方がいいですよね。で、あいつらどこにおるんでしたっけ。上やったっけ。ゲモンでかくないですかね。大丈夫かな。あ、ありがとうございます。あー、やばい。あー、もう。どこの扉かわからんな。これナーガのところかな。それとも今入ってきたところか。あ、でも近くにおるから今入ってきたところか。ちょっとわかりにくいですね。やばい。
ギリギリやな。死にそう。リーリーどっかになかったでしたっけ。女神転生じいさんいらっしゃい、ありがとうございます。あーくそ、これノーダメでやりたいのに。あーもう、ていうかパスワード入れて生成5個もらいましょうか。それやったあれかな。地道にこれで貯めます。生成まあでも、あそうか、レベル上げやなあかんか。どっちみち一緒ですね。これが心眼バトル。あれは飛ばなかったな。やったぜ。ラッシュラッシュラッシュ。あたあた。レベルなんかちょっと意味変わってきてますけど。聖なる水。あれ、ここでも出んかったっけな。でもさっきのあのめっちゃ強いやつ倒して経験20で騎馬投資で350ですもんね。圧倒的にこっちの方が美味しい。心眼バトルとはそこまで。あ、これちょっと一回仲間変えよう。ハヤト、メガマインドシーカーマインドシーカーやりましょうか。夜中中風神衝撃を受けてみろ。新学期耐えましょうか。ナムーって感じですね。ていうか聖水稼がんと意味ないな。うん、まあ生身の人体じゃないですからね。変身してるから。でもあれとは関係ないですよね。陶器で倒せって言ってたから。ナーガの後に出てくる敵かな。ちょっとミンミン使いましょうか。マジでこれ目嫌やな。目チカチカするな。間違えた。飛竜の剣。誰でも。やったぜ。
今投げれたな。なんやろこれ、 KO ゲージ溜まったら勝手にあれなのかな、普通に上 B で技出ましたね。天武演劇、天武演武劇やった。聖水はまだか。聖水ください。ミンミンのこの顔色なんでも顔色悪すぎ。危ね、3とか一発食らった死ぬな顔が死人の色になってる。あれの判断がむずいねんな。飛び道具、飛び道具で来るんか単純な下段蹴りなんか。清水15個目さんいらっしゃい。まあレベル上げと聖水確保のためにやってます。あーこれあれジャンプでかわすのがベストかな。下段は遅れるな。でもこれやったらやったぜ。くっ投げ返し。あた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 。マニアモードですね、これ。一回マニアモードで始めて、ちびっこモードで、チュートリアル途中で挟んでみましたけど、まあ、あのマニアモードのままでいってます。これ最強やな。そういうことか。陶器で決めろってこういうことですよね、多分。飛龍の剣外した。飛龍の剣。あー気持ちいい。あーこれやな。陶器出せますね。あの KO ゲージ100になったら、多分パンチボタンで陶器
してますね。で、多分あの変身してたらさっきみたいに攻撃打つアクションになるんかな、パンチボタンで。蹴りやったら多分普通の蹴りのままですね。一応パンチと蹴りの使い分けちゃんとできてるって感じかな。あ、フラッシュが。オーロラエクスキューション。あ、聖水。聖水に目がくらんで。やられた。いいか。まあでもちょっとこの死んだ方が早く進めるっていうのがちょっとあれですよね、気分慣れちゃいますよね。どっかに回復所があるんやったらそこまで戻って回復したいところですけど。でも女神様は村の入り口ぐらいしか行ってなかったですよね。投げれへんな。よし。あた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 た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 た。ああ、こいつか。行き過ぎてた。最強の暗殺剣。避けたいな。もうこんな時にクソラッシュキャンセルできん。もっと離れやな、無理ですね。ラッキャンできないですね。ラッキャン離れんと。一応そのなんていうんかな、組んでる状態みたいになるんですよね。だから距離が近いと、あれ何の音よ、距離が近いとあのすぐ飛んだりできないんですよね。
やった。これがやりたかった。やったぜ。取れた取れた。これで負けたらもうどうしようもないですね。よし、帰ろう。でもちょっとなんか回復できたらしたいな。僕と合唱か。リーリー落ちてるところなかったでしたっけ、どこか。まあもう一個ぐらい聖水取ったら一個使ってもいいですけど。やった。変な時にパンチボタン押してもらうとラッシュに間に合わんの。飛竜の、あ、警報ゲージ溜まってなかった。よし、これであの化け物のライオンみたいな虎みたいなやつ、こいつの方がでも圧倒的に強いねんな。無視して進んだのか。ワンテンポ遅いと、ナイフか、蹴り、前蹴りきますね、これ。うわぁ、あと5やったのに。120やったら足りひんかな。バリアの運しかないですかね。しかもこれダメージ減った状態でいくことになるから、それか属性の弱点とかあるんかな。竜飛で30ぐらい与えてましたね。あ、そうか。まだこいつらおんねんな。逆に死んでいった方がいいか。一発が20ダメージって。痛すぎる、痛すぎる火ダメージ。よし、ここですね。長線1個使っておきましょうか。残り中途半端やな。
まあいいか、ちょっと小休止しときましょうか。それか枠切って次枠取るか。というわけで、ちょっと早いですけども、次枠取りたいと思います。次枠で長戦、まあ、これでやられたらまたレベル上げって感じですね。それでは、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。続き次枠でやっていきたいと思います。お時間ありましたらまた見に来てくれると嬉しいです。それではお疲れ様でした。そうですね、ボコボコにしましょう。なあが復活農業は期間でいいか。はい、枠移動ありがとうございます。それでは続きやっていきます。画面出てたかな。あ、出てますね。よし、じゃあ、長戦リベンジ。ワイラーで行くか。竜帝撃破。あ、29。あんまりやな、やっぱり。ちゃんと見といたらよかったですね。誰が何ダメージか。で、いちいちこれが入るのが嫌やな。交流手撃。22。みんな一緒か。バリア。交流勝烈派。バリア。よし、飛竜の剣。背中に羽生えてません。竜飛。さあ、こっからが本番。ナーガが結界へ消えた。ナーガが怒った。人頭者。おお、いいな。飛竜の剣。KO ゲージあるうちはこれでいくか。51。やった。一駒さんいらっしゃい。ありがとうございます。飛竜の剣。これなんか動いてるタイミング関係あるんかな。バリア。混合激流界の陰を結んだ。うん、なんかバリア効きすぎてません？耐性転生を受けてみろ。バリア混合土攻撃。
大丈夫か。聖水聖水でいきましょうか。念のため、これでいけるんや。モロタで。暗黒天召会。え、ナーガが結界へ消えた。そーん、飛竜の剣。しかしナーガは結界にいる。そういうことしてくる。暗黒天召会。うわぁ、これちょっとせこない。それやったらこっちも隠れたいですよ。できやん。無敵ですよね、こんなやられたら。え、どういうこと？これなんか間違ってんの？天武無演劇。あ、結界を脱出した。あのパターン入ったらもう逃げるしかないんですかね。どういうこと？あ、ていうかカーンの剣は竜飛しか持ってへんから、竜飛でしか倒せへんのかな。神曲ですね。ニコメさんいらっしゃい、ありがとうございます。これ怒ってない時のナーガですよね。あ、でもさっきの途中からになってるかな、一応。でも動いてないからやっぱ違うか。交流帝劇。パキン、やった。飛竜の剣。ナーガが結界へ消えた。ナーガが怒った。やった、飛竜の剣。わあ、うっせやん。やったぜ、飛竜の剣。
よしよし。混合度攻撃。パキーン。耐性転生。オンマユキラ。聞いてる聞いてる。マハカナーガバサラ。パキーン。やった。オンバサラマリシ。リリュウの剣。まあ、仲間に変えたいな、ちょっと。でも、遊んでる間はないですよね。さっきみたいに、結界の中入られたら。やった。よし、いける。パキーン。危ない。交流勝率は、オンマリシ。あと6。パキーン。いやね、使うしかないな。ナウマクサンマンダオダーマン。交流勝率派を受けてみろ、オンマリシ。うわ、頼むぞこれ。パキン。あ、ちょ待って。あー最悪や。これまた出てこんのかな。あー出てきた、ラッキーラッキー。ナーガの結界を破った。パキン。よし、交流帝劇。今日もうやめてや。よしよし。なんかすげえの来ましたけど。ミガさんいらっしゃい、こんばんは。クソ強いんですけど、こいつ強いっていうか逃げられたら痛いですよね。コンビペ。もうちょっとやめてよ。あー、これもうあかんパターンですね。どうするか。そうですよね。サンスクリット語やったかな、こういう。じゃあ強いやろこれ。さて、ボコボコにしようって言ってたけど、ボコボコにされましたね。いや、まあ、ね、クソゲーと呼ぶには程遠いですね。そうですね、これ強襲サイヤ人です。フシウドボタヒトと、13個目さんいらっしゃい。ありがとうございます。そうですよね。こんな名作ないっていうぐらい、悪い夢を見てましたね。フシウド。いい方ですね。てかまあ、まともにゲームできるんで、クソゲーではないですね。10個あっても逃げられたらあかんし、なんて言うんかな、
運ゲーに近なってますよね、ボタヒトと。あれ？合ってるか？まあでもスサノオ伝説に比べて、あ！悟空、早く来てくれ。こっから。そうそう。あの一年に。多くて3本ぐらいしか買ってもらえなかったですからね。泣きながらやるしかない。ありがとうございます。え、ちょっと待って、こっからやることになるの。う、あなた方は、そうですよね。でもこれ曲流れてるから、あの持ってますよね。どうなってんのやろ。あ、カーンの剣持ってるな。魔界衆バイシュラは陶器でとどめを刺し、レベルもそのままやから、まああの勝手に出てきてるって感じですね。勝手に復活してる。あのジジイ、RPG 社のジジイ。ありがとう女神様。竜巻旋風客、あーでもここワイラーおる。ワイラーいてますよね。ワイラーおんのにワイラーを仲間にする。そうか、この聖水5個得るためにはあれなんですかね。もう一回ちゃんとあらすじ見ろよっていう罰ゲームなんですかね。まあ前回のことを忘れてる人のための措置ですかね。ただアイテム類はそのままなんで普通に進んで大丈夫。ってことは滝に行ったらいいんですよね。もうこのとある遺跡完璧に道把握したんで迷うことないですよ。ここの観光案内できるレベルですね。札系があったら楽やな。なんかこういうダイヤとかも持っていった方がいいですかね。でも次のエリアになったらダイヤとかも関係なくなるんですよね。
レベル上がってたら、通常攻撃の、あれですかね。なぜ突然なぜ突然レイザーラモン RG 23個目さんいらっしゃい、こんばんは。メインテーマがそう聞こえた。歌舞伎あるある、早く言いたい。あ、しまった。まあいいか、一撃食らったら死ぬかな。交流勝烈派パキーン。うわ、食らう。交流帝劇パキーン。出た。耐性転生パキーン。やった。飛竜の剣。こんなすんなりいくのにな。こっからですよね、問題は。ナーガが結界へ消えた。何回この文字を見たことか。ナーガが怒った。パキン。やった。飛竜の剣。よし、引いてる。混合激流派飛竜の剣。よし、混合激流界の流派だ。うわ、出てるな。パキンパキン言ってますね、バリアが。パキン。無理。聖水交流勝烈派オンマリシ。よし、飛竜の剣。よし、あと一撃。はい、またこれ。これレベル足りんからかな。よしよし、出てきた。パキン。よし、あと一撃。ていうか、なんかが足りんのかな。足りひんのですかね。毎回このパターンですよね。なんかそんな感じしますよね。で、潜られたらもう出てくるまで耐えるか、一回この戦闘逃れてもう一回入るかですよね。一回わざと絶対出やなあかんのかな。え、脱出で失敗した。そんなことある。よし、出た出た。もうええって。くっ、あと一回使うか。交流勝率は
これね、潜られだけやっていいけど回復しよるんですよね。それが厄介やな。よしよし、パキン。よし、いいぞいいぞいいぞ。あ、ヒリの剣撃てへん。力を貯めるコマンドないですね。だから単純にレベルをもっと上げて、その一撃をでかくする。だからこの状態で飛竜の剣で65全部削り切るぐらいの力を持ってんとあかんとかって、そんな感じな、そんな感じしますよね。これで多分潜るんで、やっぱそうですよね。暗黒天商会、単純にレベルが足りへんかなって感じしますよね。うまく削っていったとしても多分40、今42で潜ったんで50ぐらいにして、飛竜の剣でも最大ダメージ47ぐらいなんで足りないですよね。どうやってもレベル上げやな。パキーン。クソ。これはやったら聖水いくらあっても足りひんわけですね。わあ、どうしよう。一回通り抜けられへんか。いけるいけるスルーできた、スルーできたけど40ぐらいダメージ食らってますね。それで進むしかない。ちょっとやばいかなこれ。ここで食らわんだな。食らいすぎや。死ぬ死ぬ。聖水頼む。あ、くっ、おお、耐えた。ちょっ、まっ、回復だけしたかった。ああ、死んだ。いやー、どうしようかな。放送外でレベル上げしときましょうか。どれぐらいいるやろうな。レベル12で14ぐらいまで行きましょうか。というわけで残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。どうしようかな。まあ、ちょっとレベル上げしときます。というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、寝てなかったらまたなんか枠取るかもしれません。見かけたらまた見に来てくれると嬉しいです。
それではお疲れ様でした。ありがとうございました、寝る方はおやすみなさい。一応次枠はないです。次枠はというかすぐには取らないです。